おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾正弘です。弊社の法人ビジネス英語のレッスン研修では、実際に御社でお使いの資料、ディスカッションや実際のテレカンファレンスでのご議事録なども使いながら、そしてリスニングが弱い方にはテレカンファレンスの録音をそのまま使用して、自分がその時に どこで発言できなかったのか、どういったところが聞けなかったのかといった実際にお仕事でお困りの点をレッスンで、その英語スキルだったり語彙だったり発言のスタイルだったり、そういったことを実際に学んでいただくことができます。ですのでレッスンをしっかり取り組めば、そのまま自分のお仕事での悩みが解決したり、お仕事での発言がスムーズにいったり、相手が言っていることがより分かりやすくなったり、どういった考え方で相手がそのことを言っているのかっていう、その発言の裏にある考え方だったり、文化の違いだったり、もしくはそのアプローチの違いだったり、発言のスタイルの違いだったり、そういったことを学んでいただくことで、今お困りの点、お仕事で自分が英語がうまく聞けなかったり、うまく発言できなかったり、欧米の方のようにこう論理的にうまく言えなかったり、そういったところがすぐに解決しますので、実際の資料を使いながら、実際の場面設定に沿って、その生に近い現状の状況に近い中でレッスンに取り組んでいただけますので、一度弊社のレッスンをお試しいただければと思います。またレッスンのスタートアップであったり、その定期的に英語のコーチングという形でフォローアップを行っていきますので、その方の習得どれぐらいいっているのか、定着率はどうなのか、日頃の学習であったり、ビジネス英語を使う時のマインドセット、考え方であったり、その取り組み方、どういうふうにいっているのかっていうので、フォローアップもしっかりできますので、より効果的な、ビジネス英語の研修であったりレッスンを行っていただけると思います。もし英語のレッスンを一定期間これまでやってきたけれども、なかなか受講者の方の英語レベルが伸びない、もしくは英語は練習の時は、レッスンの時はできているようなんだけども、実際の会議だったりテレカンファレンスの時ではなかなかそれが実力が発揮されていない、そういったお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ、弊社のレッスンとビジネス英語のコーチングをお試しいただければと思います。それでは失礼いたします。